最悪ね、あの、なんて言うんだろう、人の欲を守れた町なわけじゃないですか、うん、当然そういう悪さをする人もいっぱいいるわけですよ、うんうん、だからたまにね、本当にこう弱い人が、うん、あの疲れちゃうんだよ、だからあんまりこう、なんて言うんだろう、感情移入してかわいそう、優勝かわいそうみたいになってると、うんうん、あ、この人たち救ってもらえるんだ、ちょっと待ってください、ねえ、何、ね、何、本当にね、あてで私には何もできません、私には何もできません、そういう風に言ってください、こうやって消えてくんだ、そう思ってるといなくなる、すごい、ありがとうございます、つくんですね、町人の例でした本当に童貞と処女の例が集まるんですって、あ、そうなんですか、死ぬじゃないですか、はいはい、セックスしたらしたいっていう気持ちがあって、うん、セックスしたいと思いながら死ぬと吉原で起きちゃうんですって、マジ、その色情類に疲れた人っていうのがナンバーワンなんですよ、ナンバーワンの女の子ってちょっと変わった人が多いんですよ、私多分ね疲れてるんですよね、何かが、じゃあそれを霊さえも味方にしてるのかな、ね、すごいですね、だからそういうその女性の神様、女性を守ってる町なんで、うん、女の人を稼げるようにするわけですよ、うん、だからその子が稼いで辞めたらそれはいなくなるんですって、あ、そう、はい、ということで大門に行きました、はい、ここは江戸時代塀に囲まれて、こっからが、いや、塀じゃなくて、僕なんです、堀？ドブなんだ、おはぐろドブと言われるところに囲まれてたんですけど、今ちょうどこう見てるとここら辺にいます、隅田川から来るのが一番だったんです、ここに来て、ここは三夜堀って言うんですけど、ここまで直帰船って船で来て、そこから人力車が入ってた、なので、はい、ここからこう川で、登ってきて、ここら辺から人力車で来る、歩いていけないんですか、吉原、歩いていけるんですけど、歩いていく場合にはこちらから来るんですけど、ここら辺に山賊が出たんですね、昔は、だあまり良い意味じゃないんで、ベストはこの川から直帰船で来て、で、日本爪で、この道自体が今昔は川だったわけです、吉原に入るっていうのがベストなんです、すごい、こんな感じで隔離じゃないけどされてたんだ、ちょうどここが残ってるんで、そのまま今歩きながら説明します、最高じゃん、とりあえずは渡ってみよう、普通の街みたいな感じですか、まあ普通の街です、うん、あの中にマンションもいっぱいあって、人も住んでるし、あ、そうなんだ、ここですね、イカエリ柳って、あ、本当だ、遊んだ人がこっちまで出てきて楽しかったなってこう振り返るので、こう見返り柳、うわー、本当だ、エモいね、あ、すごい、エモい、エモい、8回目です8代目？ 8 代目に帰りたいです、8代目なんてあるの、では枯れちゃって枯れちゃって、あ、そうなんだ、そうそうそう、それはすごい、すごいですね、すごいここから中に入るんですけど、え、ここからも吉原です、そうです、で、今ここら辺、ちょうどここら辺にいるんですね、はい、で、中が見えないようわざとカーブされてるんですよ、うん、マジで、ここ大名とかが通ったりするんで中が見えるのよくないんで、ディズニーランドと同じですね、わざと中を見えないようにカーブさせてる、すげー、坂井さんすごいっすね、坂井さんすごいっすね、エモン坂って言うんですけど、はい、まあ、ここを通りながらこう衣服を直したりして、はい、よし行くぞというところでこうなってます、すげー、坂井さんこういうお仕事してるんですか、してますね、めっちゃこういう絶対した方がいいっすよ、まあ、僕はあれなんですよ、吉原で育てられたようなもんなんで、だからお金は一切いただかないで仕込みだけでやってる、このまますぐとちょうど前の以前の大門があった場所まで行けば鬼滅の刃出てくるところも、はい、そうですね、最近もう全部例えば鬼滅の刃なんです、そうそう、だから僕もね、あれですよ、鬼滅の刃見ました、あ、なるほど、今日見なかったんですけど見ました、あ、これが、もう大丈夫ですか、危ないですよ、これが出てくるじゃないですか、ああこれ出てくる出てくる、これがあった場所、陣とかでも出てくるもんね、あ、陣でも出てきます ね、だから陣であれ戦争になってあの走ってくるのは上野の山なんですよね、上野の山をこうやって戦争してたんで、あ、なるほどね、インスタマでも、ね、出てきます、あ、いろんなものを見ないと追いつかないですね、黄色いところあたりが、はい、大門があった場所です、ここです、あ、ここにあった、はい、あ、すごい、あ、書いてある、で、この辺なんだ、ここから入る、だからその道なんかはおまぐろどぶの跡です、まあ、昭和27年の時には3メートルぐらいしかなくて、はい、で、まあ大正末期には埋め立てられてたんで、ただ鬼滅の刃出てくるのはちょっと微妙なんですけどね、ここは本当ドブだ、まあ、分かりやすく作ったんだ、これ全部何その遊ぶところ、遊ぶところなんだ、すごい、ここは
ここの真ん中のところは手引き茶屋といって、はい、昔の人らはそのルールがあって、はい、高級店には直接行ったらダメなんですよ、うん、でまずこの手引き茶屋ってところに行って、うん、飲むんですね、うん、飲んでじゃあ、天智無太夫お願いします、はい、呼ばれます、はい、そうするとこういう大門次郎彦太郎って大きなところから、はい、天智無太夫がこう来るわけですね、はい、迎えに。あ、なるほどね、はい、天智無太夫ここに待機してて迎えに行くってことですね。そう、迎えに行くわけですよ。清水さんをで、清水さんを連れてで、ようこそいらっしゃいましたって言ってまた行列で帰ってくる。これが花魁道中です。なるほどね、はい、で道中、なぜ道中っていうかというとここがですね、江戸一、江戸二というふうに町名なんですね、はい、でこれを京一、京二と書かれて京町といって京都の方出身の、お店が多かった場所、はい、こっちが江戸なんで江戸から京都へ、京都から江戸へということで道中で言います。あ、そうなるほどね、はい、なのでこう横には動かないですね。なるほど、だから縦に。へえ、すごい勉強になる。面白い。同伴ってことですね。じゃあ、あ、まあまあ分かりやすく同伴です。鬼滅の刃でもこういう女の子出てきます、ね、ああ出てくる、うん、このカムロ、タケと書いてカムロと言うんですけど、おお、まあ、まだデビューしてないオギランの遊女のことなんで、昔はですねこの遊女、トップの遊女の人たちがこのカムロの全部お手伝いする、この衣食住賄わなきゃいけない。なるほど、ご飯を渡して、でそれから教育をするわけですよ、はい、だから大体5歳から7歳で吉原にやってきて、はい、で所長を迎えるまでに全部叩くわけですよ、うん、もうこうしたらいいんだよ、ここの人はこうしなさい、こういうふうな所作をしなさいって叩き込んで、で15歳で所長が来る頃にデビューする。なるほどね、はい、だから毛が生え揃ってない時にそういう職つくからハゲという字を当てたっていうのはよくクイズで出る、はい、あ、うん、カムロっていうのはこういう人たちが、当時の、言うあれですね。本当のあれなんだ。当時はだからトップスターなんで、今では上戸彩さんとか石原さとみさんがものすごい知恵を持っていて、で踊りができて太鼓ができて笛ができて三味線ができて琴が弾けて、で政治の話もいくとお茶も炊けてという恐ろしいスーパースターだったんです。へえ、でそれをこう仕立てなきゃいけない。で、はい、オイランオイランって言いますけれども、はい、オイランというのは基本的にはその高級女郎のことをオイランって言うんですよ、はいはいはい、で肩書きではないん でこの太夫っていう位というのは江戸の真ん中ぐらいなくなっちゃうんですよ。要はその太夫に匹敵する女性がいなくなったんで、バカらしく言うと横綱に匹敵する人がいないから横綱って位を立ちましょう、大関を一番上にしましょう、で幕内式のことを全てお相撲さんって言いましょう、はい、みたいな言い方がオイランお相撲さんが。そうそうです、わかりやすいね。そういう太夫を育てるために、はい、例えば引っ込む心臓っていう方があって、あまりにも美しかった場合は誰も見せないんですよ、うん、お座敷にも一切出さないで、うん、センセーショナルデビューさせるわけですよ、うん、それから自分で叩き込んで、ね、突然デビューする。そうすると初めて床入りする場合にはものすごい金額を払うんで、はい、お店も儲かる。あ、なるほどね、はい、すごいなんか芸能事務所みたいな感じですね。そうだね、子供の芸能事務所は基本的にやっぱり吉原のシステムそのまま移行してますよね。へえ、あとはその銀座がそうですよ。ああ、確かに銀座っていうのは要はテーブルを借りるじゃないですか、はい、でだから前借りバースの昔だったんです、はい、それは吉原でいうと見受けされるわけですよ。見受けして、でその部屋を貸す、はい、だからその衣装なんか全部自分持ちじゃないですか、はい、だから雇用関係ではないわけですよ。なるほど。この人たちも自分の服はもちろん、はい、寝具も全部遊女持ちだったんです。へえ、自腹なんだ。自腹でこの布団とか、服も全部揃えなきゃいけなくて、でこの布団を持ってたのが三越です。あ、へえ、日本橋の三越。三越さん、すごい。売りに来て、でお金持ってる天智無太夫とか来て、はい、ね、天智無太夫お金あるんだから布団買ってくださいよ、うん、で買わせるんですよ、はい、そうするとまた借金が増えるんで、はい、ずっといる。なるほどね、やめらんないってことか。そうそうそう、見かけするんだ。そうです、長くいるようにね。確かにね、はい、あ、なるほどね。茶屋を挟むところっていうのは大相撲もちょっと近いっすね。あ、そうですね。お茶屋さんで、はい、そこで席取ってもらうもんね。そうです、いい席。だから相撲も本場所とか言うじゃないですか、うん、あれは吉原のことを本来本場所って言うんですよ。で吉原外のさっきお話しした新宿とか品川、北千住っていうところを岡場所というふうに言い方してます。はい、要はその政府未公認グレーゾーンの遊郭があったんですけど、そこを岡場所というのに対してこっちは本場所というので、あ、だからその も本場所という。なるほどね、はい、やっぱつながるんですね。基本的にだからその遊郭の歴史っていうのは、はい、今のある社会の根底になってるんで、今だと売春とか付属とか言ってこう蔑まされますけど、本来はものすごいトップの人で、だからその江戸時代なんかはそのブロマイドガールにその受け薄って、それをこうみんな見て、私もこういう髪型したい、こう呼び結びたいって言って残ってる。だから、結婚式の文鎮高島の、あれは遊女の結びだったんです。知らず知らずにやっぱそれが残ってるみたいな。
すごい面白いね、これは。今吉原っていう地名ないんですよ、はい、これ千束四丁目なんですよ、はい、あ、地名がないんだ。吉原交番というところです。へえ、元々面白いのが、ここに鍵盤というものがあったんですよ。こう入ってきて、ここにですね、鍵盤というものがあって、怪しい人が入ってこないように。それからお侍さんなんかでも、刀を下ろさなきゃ、馬が入ってきていけなかったんですよ。もう要はその、人間として同等、はい、もう僧侶だろうが、貴族だろうが、なるほど、同じですね、ためにここで刀を下ろしたりしなきゃいけなかったんですね。で、こう入ってくる、ここに鍵盤というものがあったので、それが何百年後かにまた同じところに交番ができたんで、あ、なるほど、面白いですね、はい、ちょっと向こうに、はい、遊郭赤線専門のカストリ処方さんっていうのがある。あ、カストリ処方さんね、はい、これはよく聞く、行ってみたいね。遊郭館って吉原だけじゃなくて、はい、大阪の島原とか、うん、京都の島原とか、それから大阪の新町とか、政治公認の遊郭館なんですけど、そういったところの歴史だったりとか、それからあとは赤線といって、はい、昭和33年まで、昭和20年から昭和33年までに賠償許可された場所があったんです、うん、そういうところの歴史を集めてる書籍がさ、すごいよね。ちなみに、ね、石垣がお歯黒族なんです。え、マジで？これ残ってんだ。すごい。お歯黒族。これのここ歩いて。お歯黒族ってな、なるほど、なるほど。ここなんですね。そう、まあ、ここら辺ですね。こう歩いてきたんで、土偶になったんですね。なるほど。で、これこう高くなってるじゃないですか。はい。これは要は堀を掘って、盛り土をしたんで、吉原って一個高くなってるんです。なるほど。へえ。これで見ると面白いね。ボコンになってますよね。ここ全部掘ってここ盛り土したんで、ここだけ四角く出てきてます。へー、面白いのが台東区のハザードマップを見ると、ここ赤なんです、ここだけ黄色なんです。あ、面白いね、確かに高くなってて吉原が守ってくれてるんだ、はい、へー。でこれは江戸の人たちがこう触ってたかもしれない。そうですね、はい、360年前からある。へえ。やらせてくれ。私には何もできません。私には何もできません。私には何もできません。っていうのがこうなるわけです。なるほどね。習っててよかった。あ、看板出てる。あ、こうなってんだ。靴工場かなんかそのまま使ってるんです。靴工場。あ、遊郭専門書店。すごい。すげえ。え、なんか入ってもいいんですか？普通にプライベートで。はい、じゃあなんかカストリ処方さんに行ってきます。お邪魔します。行ってきます。行ってきます。もうすでに面白いじゃん。ね。実は資料室になっていて、はい、お金払うと見える。そうなんだ。うん、これこう遊女の歴史の本。これ買えるんですよね。買えます、これは。買えるんですよね。こっちは資料なんで、有料会員になってると見て研究ができるわけです。なるほど。研究で民族文学とかそういう方々が研究しに行くんです。すごい。僕ね、一時期戦後の昭和20年代か30年代かけてのカストリ史をめちゃくちゃ集めてる時があって。そうなんですか。すごい集めてましたね。引っ越しの時にちょっとね手放しちゃったんですけど、でなんで見てたかっていうと、結構あの時の当時の男女の悩み相談っていうのが結構書いてあって、昔の人と今の人の悩みってどうなんだろうと同じなんですよね、大体ね。昭和30年代でも普通に新しい梅毒が入ってきたとか、そういう特集が組まれてるんですよ、うん、あと変な性癖持ってて私は変態なんです。そうそう、マジでこれ撮影とか忘れて見入っちゃうんだよな。ありがとうございました。ありがとうございました。した。いや、激アツ。すごかったっすね。激アツだったな。いっぱい買い物した。金借りたもん、私。金借りた。何買ったの？私は、はい、こういう感じのクリアファイル。配信防止。そう。のチラシ、昭和のやつとかのチラシ、あクリアファイルとか、あとこういうスケベースとか抜けられます。抜けられます。これは玉の井という意味で、はい、墨田区の方にあったところで抜けられますというのはこれ、はい、できれますよっていう。あ、なるほどね。なるほど。暗号なんだ。暗号なんだ。じゃあこれさ、パソコンとかにさステッカーとして貼ってたらさ、こいつやれるっていうふうに思われる。わかる人が見たらわかるよね。わかるってことですよね。これこれから天チムチャンネル。
撮るんですけれど、天津チャンネルではこれ使うので、はい、すごい、なんでよろしくお願いします。それはね、お楽しみっすよ。持ってきました、買って。え、買ってんの、あれ買って持ってきました、今回。そういうこと。はい。あ、マジだ。締め切れさないかったんですか。これね、コンドームと財布。コンドーム来た。日本で初めての通販をやったっていう四つ目屋さんっていう大人のおもちゃ屋があるの、はい、そこのね、カタログをモチーフにしたコンドームが売られてたんで。かわいい。そうなの、かわいい。お財布、財布も買いました。僕今日からこれにします。いいですね、いいで味が出てますね。いいす、うん、そうなんだ。私もこれからさ、芸人さん、はい、天津大悠です。天津大悠、かわいいよね。天津大悠、うん、今日は天津大悠だね。今ここなんですね。あ、ここがですね、伏見通りといって、はい、昭和33年のさっき言った交渉廃止時、売春防止法令がなる前で、うん、ここがですね、カフェ建築の残っていて、うん、でそこでこうバンバン人が人気の通りだったそうです、なんですけど、まだ建物は残ってんで、すごい、カフェをいっぱい作ってたんですね。そうですね、そのカフェが今のカフェと違って、はい、まあ、ちょっとこうなんかガラスバーみたいな雰囲気で、下がダンスホールになっていて、はい、上がプレールーム。木造のモルタル作りで、はい、こう壁に R があるのが必要なんですね。なんでこの建物がそうなんですけど、これは関東で現存している最大のカフェ建築の跡ですね。え、何これ、こういうふうに R があるんです。なんで当時おしゃれだったんですね。確かにモダーンな感じしますね。今これ取り越しを決まってるんで。え、そんな歴史的な建物を壊しちゃうんですね。でもこう知らない人なんで、耐震設計のない古い家ですからね。ああ、なるほどね。これでも昭和33年の昭和33年頃まであったの使ったところですよね。昭和20年から33年までの間が、うん、吉原とか、新宿の一部とか、うん、そういうところがこう国が指定して買収してもいいですよって場所だったんです。ここはですね、花園通りと言われてるんですけど、はい、これ今ちょうどこの羽黒ダムに今こう歩いてきました。ここを突き抜けてここにできたんですね、うん、でここがですね、羅生門菓子と言われていて、はい、吉原の中でもあんまり良くない人たちが集まる場所、ちっちゃい場所なんですね。治安が悪い場所みたいな。治安が悪いというかね、安いお店。なるほどね、メイン通りは高くて大きいところってこれ大棚、大店とか言って大棚って言うんですけど、はい、彦太郎とか大門次郎とか、はい、ここら辺では大棚って言われてるわけです。でテレビなんかでこう格子でこういうのね、うん、これは大棚にはないんです。なるほど。高級店ではそういう中に入ってからこういうのが格子になってる、見えない。でこれちっちゃいところには格子があったんです。へえ。でこっちはもうもはや店ではない、もう本当にこのぐらいの隙間でちょんどもみたいな作りをしてる場所があって、で吉原の中で働けなくなった人、要は年を取ったといっても23歳ぐらい。あ、まあそうか、平均年齢が低いのか、寿命がね。そう、あとは梅毒とか働けなくなった人たちがこっちで働いてるんですけど、だから鬼滅の刃で牛太郎が住まれてます。なるほどなるほど、牛太郎に。そうです。この位置、ここなんだ。そこら辺一体が今はもう全然違います。元はゲイン、あ、さっきリゲインか。あ、これ昔の名簿です。本当にこんなの、お客さんの台帳です。でもさ、読めるね、森田一郎。そう森田一郎、ちゃんとここに士族平民って分けられてるんですよ。わでこれ県ですから、宮城県のなんとか山崎。宮城県って未だにある、その時あったの。いつのですかこれ。これおそらく大正ぐらいだと思うんです。え、大正なんですか。女優さんの名前だ。そうです、これは源氏名ですよ、ね、源氏名。何これ、いろはかな。いろはって書いてあるな。一力とか。一力、これ初としては勝利ですよ。これでも一力、こっちも本当だ、同じ人じゃないですか。一力人気なんですね。一力人気だ。へえ。っていうのが残ってて、すごい資料っすね。すごい資料。へえ。今全部トップ買いです。これ全部トップ買いです。これはすごいね。そう、ここら辺がもう江戸二通り、江戸一通りといって、はい、この大きな店が並んでた場所なんですよ。は有名の。今はだいぶ変わったんですけど、昔は高級店通りで、高級店がバーッと並んでたところなんですね、はい。じゃあ天津大悠はあそこにいたんですね。そう、天津大悠はあそこだ。そうでしょうね。泉さん、よろしくお願いします。触ってみてみて。あ、いいですか。すいません。あ、柔らかい。なんでやるの、おっぱい。どういうこと。ソープ状あるあるっていうのあるんですか。ちょっとお湯がまだバッて出てきた。あー、なんか残ってたんだね。やってんだ、これ。
俺も回してる記憶がなくなりました。